タルコフはワイプダッシュ別に必須じゃないけど、まあ、人による。俺は必須だと思ってる。全然中盤から始めて、ちゃんとゲームを楽しめる人もいるし、で、多分俺もなんだかんだ、例えばその、タルコフを全く知らなくて、まあ、序盤と中盤の間ぐらいに始めて、やったら全然楽しめる。けど、やっぱ序盤にダッシュするのが一番楽しいと個人的に思ってるから、 俺の中では割と必須、必須級。別に昼酒飲んでも楽しめるんだけど夜酒飲んだ方が楽しいよねみたいな。昼焼肉食うのも別にうめえけど夜食った方がうめえじゃん。なんかね、別にみんなそういうわけじゃないしそういうゲームでもないけどなんかその俺が中盤始めた時に多分ガチ装備に殺されただけで1回。 普通にスタートダッシュして始めても自分より上の装備に引き殺されることってあるんだけど中盤に始めてガチ装備に引き殺されるとああ最初に始めてなかったからだわって絶対な絶対思う。